RKB Radio, The Hit Joho. Welcome to The Hit Joho. Welcome to The Hit Joho.ということで、この時間スタジオにこの皆さんにお越しいただいてます。はい、どうもグッドモーニングアメリカのボーカルの金弘とベースの田しと申します。ファイヤーいらっしゃいませ。どうもすいません、テンション高くていらっしゃいませ。ありがとうございます。明るいしテンション高いしいいですね。もう今日会えることを楽しみにしてたんですよ。さようでございますか。ずっともこの番組のディレクターグッドモーニングアメリカ大好きで、はい、もう新しいアルバムカマラもうすでにもう4曲ほどね、もうすでにおかけして、ラジオをお聞きの皆様を温めて、今日お待ちしておりました。ありがたい。ありがたいです。はい。ありがとうございます。ラジオ番組でございますので、一人一人自己紹介していただいてもいいでしょうか。はい。はい、改めて、グッドモーニングアメリカ、ボーカルギターの金弘慎吾です。はい。AB 型です。ありがとうございます。はい。僕以外が AB 型3人で構成されているグッドモーニングアメリカ4人メンバーの中の1人、私、ベーシスト、O 型のタナシンです。はい。わかりやすいね。すごいのに、どうやね。一番エビくない。考えてもタナシンさんのルックスには触れないといけないですよね。ありがとうございます。金髪に赤いフレームのサングラスに黒いニットに、なんとこれ昔の言葉で言うと、ホットパンツ。はい。ありがとうございます。すごいおみ足を綺麗な。本当に綺麗なんですよね。本当に細くて長い。ありがとうございます。ライブではいつもさらにこの上の今ニットをですね、脱いでおりまして、裸でやらせていただいて、安心してください、履いてるんですけど、下は履いてるんですけど、上半身は裸でやってっていうパフォーマンスを行っております。なんかもし私酔っ払って横に座ってたら、なんかもう膝とか触りたくなるような感じの。いいわよ、もしもいいわよ、本当にいくらでも触って。そっちの業界にいるわけじゃないんですよね。安心してください、ゲイではありません。大丈夫です、大丈夫です。はい、清掃派ロックバンドです。素晴らしいテンションですよね。ありがとうございます。はい。で、アルバムリリースなんですよね。ありがとうございます。今回のこのアルバムタイトルそのものがもう、グッドモーニングアメリカ。はい。バンド名を感じました。やっぱりそれだけのアルバムってことですか？そうですね。自信作でもあるし、まあこのアルバムを作るにあたって、まあ、我々のグッドモーニングアメリカっていうバンドはどういうものだったんだろうっていうのを改めて考えて、この作品に当たったので、でまあタイトル決まってなかったんですけど、その時に、じゃあバンド名アルバムタイトルにしたらって言われて、あ、なんか腑に落ちるなと。すごい必然性を感じるというか、逆にこのグッドモーニングアメリカっていうアルバム名になって、すごく、締まった感じがして、なんか、これぞグッドモーニングアメリカですっていう、まあ改めて名刺みたいな感じですかね。お前がふんって言うな。確かにと思って。なるほどね。ちゃんとメリハリついてるなと思ってた。本当ですか。つまりね、今日初めて聞いていただく方も、グッドモーニングアメリカの音楽をもう今日で知っていただけるということですね。勉強になります。これちょっと司会者いらずですよね。とんでもない、進んでいきますよ。とんでもないことも。ただそんなね、タナシンさんの手のひらになんかずっと書いてあるんですよ。書いてあります。何ですか今日。名前をね、忘れないように。はい、角野さん、山田さん、菊谷さん、通称田志望。角野さんなんですか。角野です。角野さんなんですね。どの方です。すみません。はい、拓蔵さんと同じ方の角野です。なるほどね。はい、もう存じ上げません。ありがとうございます。アタックの行き届いてますね。行き届いてますね。で、武道館。はい、何ですか。なんですよね。決まりました。はい。これ日程が。はい。11月の27日の金曜日ですね。はい。これもどんな思いで、この武道館に臨みますか？そうですね。まあ、バンドを組んで、まあ、メジャー行って、武道館行って、みたいな、まあ、冗談交じりで言ってたことが、実際、まあ、こういうふうに、まあ、すごい下積みが長いというか、まあ、本当に、まあ、土佐回りでというか、まあ、ライブをずっと積み重ねて、だん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 大きいキャパシティにやってきたバンドなんですけど、まあ、本当に、まあ、そういうライブハウスでライブをやってるそういうバンドが、でも、まあ、日本武道館ができるっていうのが、なんか、すごい感慨深いです。はい。これでも、もちろん箱が違いますから、はい、演奏スタイルそのままっていうわけにはいかないと思うんですけど、そこら辺ってどうなんですか？まあそこら辺は武道館とのミーティングで。武道館とのミーティングで。なるほど、なるほど。武道館の会話ですね。そうですね。武道館と会話して、ね、魔物がいますからね。魔物さんともまあ仲良くするかバチバチするかどっちかですから。はい。
やっぱり武道館には魔物が住んでますか。住んでいらっしゃるみたいですよ。アーティスト情報がそんなふうに入ってくるんですか。みんなおっしゃいますね。そうですね。はい。なんか具体的なことではどんなことをおっしゃいます。もう音なんなくなる。トラブルがやっぱ多く、普段起こらないようなトラブルが起きるというか、ありえない感じでなる人もいるみたいで、まあでも1回目が特になるみたいだね。そうですね。あら、そうなんですよ。じゃあ今回要注意。そうなんでございます。注意してもね、なかなかだから僕なんかすぐテンパっちゃって見ての通りなんですけど、だからそんだけどうしようかなと思ってますね。だからまあ楽しめたらいいんじゃないかと、ね、ね、最悪そうそう思ってます。この前もキートークという後輩のバンドが、あの武道館公演を行ったんですけど、たまたまあの近所のコンビニでばったり会って、そうなんです。で、武道館どうだったって言ったら、案の定やっぱトラブルがあって。あ、何あったって？え？あ、まあそれはまあ。そう、それはね、そう、それはもう本人の、私が言うことじゃないですよ。でもすごく、でも楽しめたと言ってたんで、それは何よりだ。すごいね、あの、まあ良かったんじゃないかなって話して。きっと大丈夫ですよ、グッモーニングアメリカの場合は。もう武道館と対話してください。なるほど、勉強になります。はい。あと、今日夜7時30分からタワーレコードアメプラザ博多店で、タナシン店長というイベントがあります。はい、私です。はい、タナシンです。店長するんですか。はい、私がですね、ちょっとここじゃ見せられないようなサービスショットを見せつつ、つまり、はい、こうニット脱ぎまして、あら、はい、そのまあ店長ですので、いや、このエプロンを、あら、はい、この男の子の憧れ、裸にエプロンという姿でですね、自分でやるんですか。自分でやっちゃうんですよ。でお客さんを接客させていただくというイベントをもうずっと、もうインディーズの方がずっとやっておりまして、はい、これがもう、これも徐々にも広がっております。これ店長ですから、他のアーティストの CD を買いに来たお客様も接客するわけですか。あ、否めないですね。はい、並んでいただければ私のもとに、はい、喜んで接客させていただきます。はい、しかし、じゃあですね、直にこの美脚が見られるんですね。7時半からアリプラザ博多店のタワーレコード行ったら、ね、あらら、今日なんかちょっといろいろね、上司怒られたとか、なんか家でグデグデしてしまってね、元気がないみたいな方がいたら、ぜひ私カツ入れますので、この野郎と元気出しなさいと。ちょっとおね入ってましたけど、入っちゃった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 、全然全然、興味持った方は来てくださいと。はい、そんくらいなんで。それではこの曲をお届けして、お別れということで、はい、グッドモーニングアメリカ、ディスポップサバイバー、どうもありがとうございました。ありがとうございました。